1月29日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて163円69銭高い23,379円40銭でした。反発しました。トピックスも昨日に比べて 7.67 ポイント高の 1699.95 でした。トピックスについては終わり値は1699ですが、今日の高値5場14時2分につけた値というのが1700ポイントちょうど 1700.30 ということで、まあ、一応は1700ポイント台にタッチして終えています。東証一部反発でした。対して冴えなかったのが新興市場です。マザーズ指数全引け時点で6ポイント安でしたが、大引けでは12ポイント安ということで 1.5% の下落でした。日経ジャスダック平均株価も全引け時点では6円安でしたが、大引けでは22円安ということで、新興市場はそれぞれマイナス、しかも全引けよりも下げ幅を広げて1日の取引を終えています。まあ、東証一部に資金が戻り始めたのと対照的に、新興市場からはやや資金が逃避、逃げ出し気味でありました。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は新型コロナウイルスの感染拡大に伴って窓を開けて、月曜日売られ、火曜日昨日ですね、売られて、この75日移動平均線青いところを昨日下回りました。ただ昨日小さくはありますが陽線が出ています通り、まあ、朝方の始め値から比べると5場終わり値にかけて戻して終えています。まあ、このあたり昨日の夜のアメリカに希望をつないだ格好ですが、そのアメリカ株昨日の夜というのが3指数とも上昇で終えました。まあ、一旦はこの武漢を端緒とするハイエンリスクですね、いわゆるウーハンリスクと言われていますが、このウーハンリスクを織り込んだ形になったようです。今日も下ヒゲを伸ばしてじわりと陽線、163円高、陽線を立てて終えています。 0.7% の上昇でした。まあ、こうした中でありますから、これまで断続的に売り浴びせられていた運輸株にも資金が戻り始めました。例えば9201 JAL 日本航空です。まあ、中国からの春節で期待していた観光客が来れないんではないかなどということから、観光株、運輸株中心にこの肺炎絡みで強烈な売りが続いていました。JAL も窓を開けて売られていたんですが、まあ、なんとか3100円の節目のところで下げ止まりの様相を呈しています。JAL については今日は5円高 0.1% ではありますが、上昇で終えています。まあ、こちらも今日は反発でありました。一方で、まあ、中東リスクの問題で年明けいろいろ動いていた原油株、今日も材料が出てきました。例えば1605国際石油開発定石になります。まあ、中東リスクは年始に一気に高まったということで、原油高に伴ってこの関連銘柄も一気に上値取ったんですが、トランプ大統領が大統領選前ということでしょうか、中東への本格的な軍事介入は否定するような発言を繰り返しています。まあ、そこで一気に原油安となり、この株式もいきなりの下値模索ムードでありました。今日はなんとか下げ止まっていまして、14円高 1.3% の上昇でありました。一部の報道によると、 OPEC が協調減産を、協調して石油の生産量を減らしていこうと、そうすることで価格を維持しようという協調減産を検討しているなどと報じられています。このあたりが一旦の下げ止まりの材料となったようです。今日の東京市場、昨日のアメリカ市場の株式が買われていたと、中国肺炎リスク一旦アメリカも織り込んだと見て、日経平均株価は反発して終えています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。